今日は、モルモットが2週間経ってですね、そこそこ大きくなってきたので、大きいケージを、作ってあげようと思って、ケージを注文しています。そいつを、組み立てて、ここの下に大きいケージを、入れていこうと思います。はい、これですね、結構大きいです。80センチのケージをオーダーしているので、結構それは大きいですよねっていう感じですね。じゃあ早速開封していきます。参考紹介さんの、イージーホームエボっていう商品ですね。説明書を見たらね、上の網のところの四つ角から組み立ててって書いてあったから、それを組み立てようと思ってこれ準備してます。イージーホームエボ80センチホワイト、ウサギモルモット用飼育ケージ、いいね。参考紹介さん、この80センチっていうのがね、ちょうどよくって、うちのこのメタルラックこれ90センチあるんですよ。ビニール触ってるとあいつらが餌と間違えてクイップ言っちゃう。これが90センチなんで、ここに中に入れるんだったら80センチぐらいのやつがちょうどいいかなっていうことで。エルノちゃん、ご飯じゃないよこれ、どう見ても。できました。できた。やったる。ちょうどいいですねこれ、90センチのここの、メタルラックにちょうどいい。ほら、あ、いいね、スムーズにいける。そう、メタルラックのサイズとちょうどいいんだよ、これ。奥行きもちょうどいいし、横幅もちょうどいい。ちょうどすっぽり。いいじゃん。入居式だ。で、これいいのがさ、これ、ペットシーツが1枚ちょうどここに入ってから、下のこのところのメンテナンスも、でっかいやつで、大きいのガーってゴミ箱に大変だけど、半分半分だったらきれいにゴミ箱に入れれる。それがね、いいなと思った。セットシーツ入れてみよう。よいしょ。こんな感じかな。ちょうどってわけじゃないけど、だいたいこれぐらいかなって感じ。まあいいかな。
チムシをここからぶら下げる感じ。ちょっと高いか。ちょっと高いか。これの下に引いたら、こぼれてる。キャッチするとか。キャッチしてもこの人たちが走り回ればね、ちょっと。まあでも。じゃあ一回その子たち入れようかな。入居式です、下の大きいところに移動します。よいしょ。まずはお母さんもじゃ。お母さんのもじゃです。今日ももじゃもじゃしてます。ああ一体化しとる。一体化もじゃ。おとなしいねもじゃ。んほらおかわいい。 もじゃの前髪に白と茶色が入ってるんだ。少しだから茶色い子もいるんだね。はい子供さん。この子はにゃんこ先生の子なの。これ、うん、2人おる。にゃんこ先生モルモットって不思議なもんでね、持つまでは逃げるんだけど持ったら意外とおとなしいんだよ。これこの子頭のど真ん中に渦がある子だ。クレスちゃん、クレステッド。向こう頭向けてごらん。モジャみたいな黒い子。よしよし。上のにゃんこ先生みたいな子だね。これちょっと白が多めな子かな。この子お尻かにゃんこ先生。あ、そう。ほらお尻が綺麗に分かれて、後ろお尻とこの肩の辺が。顔も可愛い顔してる。いいか。大きいね。
これ、参考紹介の、イージーホームレボリューション80センチホワイト設置終わりました。いいですね、設置も簡単だったし、正直この角を2箇所止めるだけで、この入り口を止めて、中にスノコを入れて上から乗っけたっていう感じの、かなり作るの簡単でしたね。でこの広さでね、使い勝手もかなりいいっていうことで、いいものだと思います。はい、じゃあ今日はこれで、終わろうと思います。あとで木のこういう筒みたいな家は後から追加してやろうと思うんですけど、まあ、今日はとりあえず設置まではこれで終わりっていう感じですね。あと、まあ、この花柄アニマルカフェ、まあ、今コロナで自粛っていうことで、あんまり、大々的には来てくださいねとは言えないんですけど、一応オープンしてますんで、よかったら、コロナ収まったらまた遊びに来てください。よかったらいいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。